まずはゆっくり深呼吸から。と思ったやつやです。どうですか皆さん、ちょっとずつね、えー、元気になってきているかなと思います。さてね、不安症な人に多い、まあ僕含めね、えー、注意点が一つあります。不安症な方ね。それはですね、不安なこと、不安と感じたことから逃げ続けてしまうということです。逃げ続けてしまう。皆さん、どうですか 不安だなと思ったらもうそこには行かないようにしようとか不安だなと思ったら行動できなくなっちゃったりとかこうならないようになんでしょうね行動しないとかまあいろんなことがあると思うんですよねそこから逃げ出しちゃったりとかそうすると僕たちはその不安を乗り越えられたとか乗り越えられるっていう経験を一切詰めないんですよでこれが結構うんと大事なポイントで乗り越えられる経験をしていないことを で、いつまで経っても不安なんですよ、ね、で乗り越える、逆に乗り越えられた。自分が乗り越え、こういう不安だったけども、何か行動して乗り越えられた。まあ、例えば、不安だと感じたら、一回、呼吸法を行う。鼻から息を吸って、口から息をゆっくり長く吐いて、これも一つの乗り越えられたになるんですけども、こういう経験を積むことで、 自分は不安になっていても、こういう状況から乗り越えられるんだっていうことを体験できますよね。体験できる。で、その体験できるってのもとっても大事で、不安を自分は経験したり想像したりって辛くなるけども、行動によってそれを乗り越えられるんだっていうことを繰り返していけば、ちょっとずつ不安を乗り越える自信にもつながるだろうし、恐怖心もあっ 恐怖心があったとしても自分がそれをいろんな技術や行動知見を使って乗り越えられるんだっていうことを経験としていろんな体験できるじゃないですかそしたらねちょっとずつ自信もついてきますで逆にさっき話した いや怖いからちょっと今はいいもうやめとく。ね。ああ近寄らないっていうことだけ繰り返しているとその部分ね自分が乗り越えられるっていう経験の部分は体験できないからますます 空に閉じこもってしまうというかね。うん。なかなかそこに近寄れないとか、でもその先にやりたいことがある。要するに、車に乗るのが怖い、電車に乗るのが怖いとか、人に会うのが怖いとか、何かに挑戦するのが怖いってなってしまって、そこに一切触れなくなると、挑戦しなくなると、いつまで経ってもそこには1ミリも近づきませんよね。でそうなってきたら、やっぱりもっと恐怖心は強くなるだろうし、恐怖心とか不安って、 想像すればするほど大きくなっていくことないですかこう、例えばこういう不安があって、あ、そしたらこうなっちゃうかも。あでもそうなってこうなっちゃうのかも。そしたら大変で、わーって最終的に僕たちっていうのは命。自分の命の危険性にか、あのー、関わっているっていうことをイメージするんですけども、自分の命がこうなっちゃうんじゃないかなって考えてしまうと。 ねで将来のことを考えてもそうですけどこうなって例えば日本の経済がダメで就職なんで、えーね、収入が減って税金が増えてこうなって年金がなくなって最悪の人生かもしれないっていうふうにこうどん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 不安っていうの大きくなって膨らんでいって最終的に残念なんて結末が待っているみたいなことを想像しがちなんですがであれば学ぶしかないと、えー、職業を変えるしかないね。 自分で何かこう副業するかもしれないし、うん、そういうことでちょっとずつこう自分を変えていくことはできますよね。で、これは恐怖心とか不安もそうなんですけど、不安に感じた、逃げてしまった。で、次不安に同じようなことで不安を感じたら、次も逃げちゃうと思います。で、次もまた不安を感じたら、また逃げちゃうと思います。ね。で、決して逃げること自体が悪いことではないっていうことを念頭に置いておいてほしいんですけど、 だけど、その先に自分が何かやりたいことがあるのであれば、それを乗り越えられたという経験をたくさん積んでいかないと、なかなかこう人間同士で何も変わらないんですよね。で、なので、そうやってちょっとずつ、自分が乗り越えられたよとか、不安を克服できたよとか、突破できたよとか、対処できたよっていう経験を、ちょっとずつでいいからねあの、日常生活の中で体験していってほしいんですよ。 ね、でその中の方法でよくね何度も話ししますけども頭の中に不安がよぎったら一旦深呼吸して鼻から息を吸って口から息ゆっくり長く吐いてで一旦ストップしてねその後に頭の中にある不安とかをかき出す、うん、でその後に行動するとかまあそういう風にしていけばちょっと不安になった深呼吸した対処できた っていう経験が詰めますよね。で、これを繰り返していけば、ちょっと不安になった呼吸法を使った、対処できた、乗り越えられた。また不安になった呼吸法を使った、対処できた、乗り越えられた。また不安になった呼吸法を使った、対処できた。っていうことを何度も繰り返していけば、不安になったら呼吸法で自分は対処できるっていう、そういう経験値になっていくじゃないですか。そしたら今後ね、不安になったら呼吸法を使おう。 じゃあ対処ででききるっていうことが理解できますよね他にも頭の中がうわーっ,ていっぱいになったじゃあ紙に書き出して対処する整理するでそれはまた不安になったああ呼吸法を使った紙に書き出した対処した乗り越えられた落ち着いたとかねそういうことを経験していくかないくほど大丈夫だったよっていう経験値が詰めますこの部分はやっぱりここの部分自分が不安だなって思うことと向き合っていかないとんなかなか詰めるものではない体験なのでね なので、なるべく自分がどうこうしたいなと思うのであれば、その不安っていうのを対処しようとしてみてください。そのきっかけとして、呼吸法っていうのはやっぱり経験値積みやすいですから。不安になった。鼻から息を吸って、口から息をゆっくり長く。これだけですから。まあ間違いなくリラックスできるでしょうと。でこれをどんどん繰り返してみてください。何か不安になった。 恐怖心を感じた鼻から息を吸って、口から息をゆっくり長く吐いて、ね、怒りを感じた鼻から息を吸って、口から息をゆっくり長く吐いて、悲しいと感じた鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く吐いて、っていう風に、 楽ほぼほぼのこと、えー、に対応できるものなので、ね、呼吸法っていうのは、すぐにできて、すぐに実感できるものなので、ちょっとずつそうやって自分の不安が出たときは呼吸法をする、えー。自分の頭がいっぱいになったときは紙に書き出す。ね、なんかん、すごいイライラするなと思ったら運動するっていう,こう、当たり前っちゃ当たり前のことだけどもできていないこと。で、そういった。 手段とか技術を使ってちょっとずつねいろんな物事小さな問題を小さく乗り越えていくこれをちょっとずつ繰り返していけばその小さな一歩がどんどん積み重なって大きな自信になりますからね決していきなりとんでもない大きな問題にぶちぶち当たっていこうとすると負けちゃいますからちょっとずつの小さな問題をこうやって積み重ねてクリアしたクリアした こう乗り越えられた、乗り越えられた、乗り越えられた、乗り越えられたってやっていけば、こんな大きなね、まあ山になると思います。で、そしたら、あ結構乗り越えられるなーって。で、この時間っていうのがね、皆さんの、まあ、人生、まあ長い、長い量で短いものもありますけども、の中でね、どんどん生きてくると思いますね。うん、でそうやって そういう積み重ねが自分の不安を作り出すこと自体も減らしてくれるだろうし恐怖心を減らしてくれるだろうし慢性的なぼんやりとした不安みたいなものも、ね、減らしてくれると思うのでぜひぜひね、えー、小さく解消していく小さく乗り越えられたを経験していく、うん、っていうことをね今日からまあ今から始めてみてもらえたらなと思います、はい さてね、えー、今回のお話っていうのは、こういうね、まあメンタルのマネジメントだとか、ね、他にもいろんな文献見てもそうですけども、やっぱりこう基本的なことに戻ってくるんですよ。人間面白いもので、対処法もそうですけど運動大、自分のメンタルとか健康状態を保つ上で大事なのは、運動、食事、睡眠、ね、もう当たり前って言われたらそうですよねとしか言いようがないことで。 で、できてるんですよ。これ以外の特別なことってのはそんなになくて、この中に人間関係もちょっと関わってくるかもしれないしね。まあ、それはあると思うんですよ。ストレスのこう、マネジメントというかコントロールっていうのもあるだろうしね。けど、本当に一番大事な基礎の基礎の部分は運動、食事、睡眠になったりするから、あまりね、こういう動画を見て、まあ、なんだ、ご希望かって思わずに、そのなんだって思ってしまったことほど、まあ、確かにな、まあ、そらそうだよねって、こう、深掘ってみて。 でちょっとずつ自分の日常生活の中に入れていってもらえたらなと思いました、はい、今回もね、えー、と動画の最後で呼吸法をね3回だけやってお別れしようかなと思いますやり方はとても簡単で鼻から息を吸って口から息をゆっくりと長く吐きます これを3回繰り返しますで、ね。自分の努力を過小評価せずに、こういうところから始めてみてくださいね。いきますよ。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く吐きます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く吐きます。鼻から息を吸って、 口から息はいちょっと落ち着いたかなと思いますそしたらね日常生活の中にどんどんと呼吸法とかを取り入れてみてくださいねそしたらちょっと、ね、元気になっていけると思いますではねえっ、ー、とまた調子悪くなっちゃったりしたり不安になったらちょっと小さな不安を小さく乗り,乗り越えていくっていうこういうことを始めてみてくださいねではねえっ、ー、とまた この場所でお会いしましょうまたねちょっとですね良くなると思います大丈夫ですではでは